2016年3月9日、成都商報によると、中国四川省成都市で、同日、離陸準備を行っていた旅客機が、乗客の引き起こしたトラブルで出発を遅らせる騒ぎがあった。この機体は、成都から、ウルムチ、新疆ウイグル自治区に向かう CZ3693 便で、午前9時55分の出発を予定していた。予定時間の30分前に、すべての乗客が機体に入ったが、窓側の席の男性客が、非常ドアを全開にしてしまい、約1時間遅れの11時前に、ようやく離陸。男性は、機内が蒸し暑かったのでと、少し隙間を空けて換気するつもりだったと説明している。当時、機内には130人余りが乗っており、ウルムチには40分遅れで到着した。この問題に関し、空港関係者は、特殊な状況を除いて、非常用装置には触らないでほしいとコメント。意図的にドアを開けた場合は、経済的な賠償だけでなく、刑事拘留処分になる恐れもあると注意を呼びかけた。